シャオミから新しいスマートウォッチ、ミーバンド7 Pro が発表されました。高精細な 1.64 インチの大型スクリーンを搭載した注目モデル。GPS 搭載で移動ルートも計測できることで、より使いやすくなっているようです。早速どんなスマートウォッチなのか、詳しく見ていきましょう。デザインについて。従来モデルと異なり、正方形に近いデザインに変更されています。サイズは 44.7×28.8×11mm で、重さは約 20.5g。筐体のフレーム素材には金属を採用し、高級感が増しています。カラーはライトゴールドとダークの2色を用意。全体的にエレガントな感じで、どこから見ても洗練されたスマートな印象を受けます。なお、ストラップはアイボリー、オリーブ、オレンジ、ブルー、ブラック、ピンクの6色を用意。バン、オーホ、グリーンとモネ、グレーの革製バンドも別売で発売されます。スペックについて。スペックはざっとこんな感じです。ディスプレイについて。ディスプレイは 1.64 インチのカラースクエア、AMOLED スクリーンで、液晶表面は 2.5D 曲面ガラスになっています。解像度は 280×456 ピクセルで非常に高精細。画面比率は 70% で、通知やメッセージ、アクティビティの計測結果も見やすく表示できます。また、画面の大型化に伴い、新しい UI を用意。全モデルと同様に、画面オフでも時刻や日付を表示できるようになっています。その他、周囲光センサーを搭載。手首を上げるだけで、自動で点灯するようになっています。通信性能について、新たに GPS センサーを搭載し、距離やルート、レースが計測できるようになりました。全モデルのミーバンド7まではスマホ接続が必須で、単体では計測できませんでした。また、ベイド、GPS、ゴロナス、ガレリオ、QGSS の5つの衛星測位に対応。様々な国や地域でも GPS を使ってアクティビティを計測できるようになっています。機能について。新たにランニング機能が搭載されています。計測したデータをもとに強度の異なる10のランニングコースを用意。目標のタイムと心拍数を提示し、要件を満たさない場合は振動で知らせてくれます。また、5気圧防水対応で、屋内スイミングでも使用可能。音声アシスタント対応で、音声だけで、電話をかけたり音楽を再生したりできます。その他、電話に出られなかった時に、相手にメッセージを送る、クイックコール返信や、カレンダーの予定が見られる、スケジュールビュー、中国版のみですが、NFC による電子マネー決済も利用できます。なお、従来モデル同様に、音楽コントロールやリモコンカメラ、スマホ探索、天気予報、ストップウォッチ、懐中電灯、カウントダウン、目覚まし時計なども利用できます。計測できること、健康管理に関わる計測機能は全モデルとほぼ同じです。血中酸素飽和度の計測に対応し、
体の異常を素早く検知できます。また睡眠モニタリング、ストレス、呼吸数、女性の健康管理の計測に対応、歩数、消費カロリーなども計測できます。その他117のスポーツモードに対応、14のプロスポーツモードも用意されています。バッテリー性能について、バッテリー容量は 235mAh です。全モデルは 180mAh だったので 55mAh 増えています。また標準モードで12日間駆動することが可能、ヘビーモードでも6日間駆動できます。その他5分の充電で8時間の使用が可能、頻繁に充電する手間がかからないようになっています。まとめ、シャオミ、ミーバンド、セブンプロは液晶が大型化され、従来モデルよりも直感的で分かりやすい UI も採用されていました。また、GPS 機能やランニング機能など、新しい機能も搭載されていました。メタルフレームの美しいボディも魅力的で、思わず欲しくなってしまいますね。シャオミ、ミーバンド、セブンプロの中国版は、現在発売中。気になる人は、リンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。